フランス音楽の作曲家。ジャヌカンと並んで、16世紀の最も有名なシャンソン作家の一人だが、宗教音楽の作曲家としても重要。同時代のイタリア音楽に影響され、かつ影響を与えている。ド・セルミジという添えなと地名の類似性から、ピカルディカ・ブルゴーニュ、あるいはイルド・フランスの出身者の見込みが高い。ピエール・ド・ロンサールを信じて良いなら、早くに、 ジョスカンデプレに指示したというが、多くの音楽学者から、その主張は信頼できないとされている。いずれにせよ、セルミジは遅かれ早かれ音楽に親しむうちに、老巨賞の作曲の発想を吸収したに違いない。当時ジョスカンは、おそらく1501年から1503年頃まで、フランス宮廷に仕えていたが、この年代にはっきりした定説はなく、指定関係があったとすれば、 多分その頃だったということになろう。1508年以前のセルミジの消息は不明であるが、宮廷礼拝堂の聖火隊員であった可能性が高い。1508年にセルミジ青年はルイ12世の宮廷礼拝堂の歌手に任命され、また聖職者となった。セルミジの少年は宮廷礼拝堂に任命された年代から割り出されている。1515 15年に フランソは一世に従ってイタリアに行き、1520年にはカレー均衡の野営地、ルキャンドラ・ドールにおける英仏両軍の接衝に際して、フランソは一世とヘンリー・パスセイが共催した音楽の演にも参加した。1532年にはブローニュにおける両王の同様の会議にも参加し、このために式典用モテットを作曲した。1520年代に一時期ルーアンの ノートルダム大聖堂の三次会員となるが、1524年に、同地を去って、アミアンの聖堂三次会員に就く。1532年までに、フランソワは一世のもとに、宮廷礼拝堂の宮廷学長に就任。この職務にあって、少年聖火隊員の指導と教育に加え、有能な歌手の補充と採用が求められていた。 1533年にはサント・シャペル大聖堂の三次会員にも迎えられたが、この任務のためにパリを去らざるを得なかった。セルミジは大邸宅を構えており、1559年にスペイン軍が三寒丹を蹂躙した際に、同地の教会からの避難者をかくまうことができるほどであったという。1554年にはサント・カトリーヌ教会にて生殖力を受給。 セルミジの晩年についての詳細はほとんど伝えられていないが出版年代から判断する限り最晩年まで作曲家として活動していたようである。サントシャペルに埋葬された。セルミジは宗教音楽と世俗音楽の両方を作曲したが、どれも皆声楽曲である。宗教曲のうち完成されたミサ曲は12点が現存しており、 さらにほぼ100曲のモテットといくつかのマニフィカとエレミアの愛歌の連作が含まれる。同時代の多くの宗教音楽のフランス人、作曲家とは対照的にセルミジがユグノーに対して何らかの共感を抱いていたという確証は存在しない。どうやら生涯を通じてローマカトリックの信仰に忠実であったようだ。セルミジは生涯にわたって年を経るにつれて次第に 宗教曲への関心を増してゆき、それに応じて、世俗曲への関心が減じている。手引きとなるのは、出版年代である。セルミジの語音生において、同時代の作曲家の間では、通模範様式によるポリフォニーの優位が濃厚であった。ため、セルミジが、この作曲様式を避け、より透明なテクスチャーと短いフレーズを好んだという点が重大である。この作曲様式は、 むしろ初期に作曲されたシャンソンの様式にそっくりだからである。しかもその上、一つの作品の中でテクスチュアを変化させ、ポリフォニックな部分とホモホニックな部分、和弦的な部分を交代させているが、これもまたセルミジの世俗曲のテクスチュアに盛んに見られる特徴である。セルミジは当時のフランス音楽に見受けられるような柔軟曲をただ一曲しか残していない。 この作品は、ミサ曲やモテットに比べると平明で、言葉を明瞭に聞き取ることができるように工夫されている。セルミジの音楽界への寄与のうちで至って有名なのが、シャンソンであり、その数およそ175点に上る。ジャヌカンのシャンソンに似ているが、しかしさほど表題的でない。この楽詞におけるセルミジの作曲様式は、 他の作曲家による楽曲に比べて、より優雅で洗練されているとも評されてきた。セルミジのシャンソンに特徴的なのは、軽やかさや優雅さを求めるために、フランドル学派の作曲家によるこれ見よがしのポリフォニーを締め出して、和言的でシラビックな処方をとっていることである。セルミジは音符を早口で繰り返すことを好んだため、全般的に、 軽やかさや踊るような感じがする。作曲様式上のもう一つの特色は曲頭の音景が超、短・短角のリズム構成となっていることである。この音景は16世紀後半の肝臓名において決定的な特徴となった。セルミジュが選んだテクストは通常は例えばクレマン・マロなど同時代の詩人から取られている。典型的なトピックは 報われぬ恋や自然、酒盛りである。セルミジの歌曲のいくつかは男盛りを超えた冴えない老人に目取られる若い娘の不幸が歌われているが、これは当時ならではの考えに他ならない。セルミジのシャンソンは大抵四世のために作曲されている。しかしながら初期において四世帯が標準となる前は三世のために作曲された。イタリアのフロッから、 明らかに影響されているが、セルミジのシャンソンそのものが、フランスの国境を越えて、たびたび重版されたため、おのずとイタリアの作曲家にも影響を及ぼしている。セルミジは、西欧各地で有名であり、その社府は、イタリアやスペイン、ポルトガル、イングランドなど随所で発見されている。フランソワラブレーは、著書、ガルガンチュアとパンタグリュエルの中で、他の同時代の作曲家数名とともに、 セルミジについても触れている。セルミジ作品は幾度となく器楽曲に編曲された。フランスばかりか、イタリアやドイツ、ポーランドの器楽奏者によって、ビオールやリュート、あるいはオルガンなどの鍵盤楽器のために編曲された。セルミジはカトリックであったとはいえ、多くの彼の旋律は、次世代のプロテスタントの音楽家によって流用された。 ルター派教会のコラール。我が神のお心は、わずマインゴットウィルでさえ、出典は、セルミジのシャンソンである。ありがとうございます。